を信じない。奴と俺は違うぞ。ああ。スパルタンロック、お前が得るべきものは私の信用だ。アービター、お前はハンターなのか、獲物を追い求める。肩書きは違うがな。まあそんなところだ。他のスパルタンも狩るのか。俺の追っているのはこのスパルタンだけだ。これは117、獲物が誰かは聞いていなかったな。だから今こうして話している。信用の問題だ。一つ教えてくれ。彼は悪魔と呼ばれていたそうだな。それは侮蔑か、それとも称賛か。侮蔑には違いないが、畏敬の念もあるだろう。奴は私の敵だった。だがいつしか仲間に、友になった。複雑な状況で築かれた絆だ。敵は一隻でした。一隻？確かかね。はい、奴らはオータムと呼んでいました。なぜその一隻を阻止できなかった？惑星を攻撃している隙に逃げられました。ですが全力で追跡しました。初めて見るヘイローの偉大さに目でもくらんだか？は？腰が抜けてしまったか？いいえ。ならばなぜおめおめと人間どもを取り逃がし、聖なるリングを汚れた足で冒涜させたのだ？お言葉ですが大祭司殿、ご承知のようにあのフラットどもが。なんとか静粛に、静粛にされよ。フラッド制圧を優先した措置の判断に誤りはない。だがマスターチーフに関しては、私が奴の意図を察した時にすでに手遅れでした。真実の預言者殿、このままでは拉致が明きません。見せしめにこの脳なしを厳罰に処すべきです。ソチのこれまでの功績について我々は満足しておる。長きにわたり艦隊を実によく率いてきた。しかしヘイロー防衛におけるこの度の失態はあまりにも致命的に過ぎる。そやつは一旦者だ。人間どもにはこの私が必ず目に物を見せてやります。いや、そうはいかん。うん、間もなく大いなる旅立ちの時が来る。しかしその時が来ても異端の罪の重さが足かせとなり、阻止は置き去りにされるであろう。危うくコーティングが剥がれるところだったんだぞ。ジェル層までやられてやがって。レンズは完全にイカれてるし、パワーサプライに至っては話にならん。この装備にいくらかかってるか分かってるのか？コブラントに行ってくれ。ああ、いずれにせよ前のはもう古いからな。今度のスーツはマーク6だぞ。ソンナムから届いたばかりだ。じゃあテストを始めよう。まずは慣れてもらわんとな。オーケー、最初は照準からだ。上のライトを見てくれ。よし、下のライトを見てくれ。よし、もう一度上のライトを見るんだ。以上だ。次は下のライト。オーケー。よし、チェック完了。スタンバイ。抑制剤オフにするぞ。
ちょっと動き回ってみてくれ。 OK ならシールドステーションに来てくれ。ほら歩いてみるんだ、やってみろよ。一回しかやらないからしっかり集中してくれよ。このステーションではシールドのリチャージングをテストする。来てくれ、テストしてみ。今度のスーツはシールドのリカバリがすごいんだ。効率いいぞ。よし、ほらな、リチャージ速度がぐんと上がっただろ。シールドがダウンしたらどっかに身を隠してメーターがフルになるまで待つんだぞ。そん時は俺の後ろに隠れるんだな。で、やつはどんな調子だ。おむつは取れたのか。バトルスーツは問題ない。もう行っていいぞ。焦らずにやりな。心配するなって。なんなら俺が手を繋いでてやるさ。さーて、ジョンソン、どうやって地獄から生還できたか、そろそろ聞かせてくれよ。悪いな、機密事項だ。ふん、それじゃ A2 のスコープ調整の件はなしだ。お乳の M7 だって。これはまた随分だな。もしかしてセレモニーに招待されなかったのか。地球か、久しぶりだな。俺が新兵だった頃は機動防衛グリッドなんざ机上の空論だったのによ。いつの間にやらこの回路みたいなステーションがざっと300以上だもんな。あのマックガンならコブダントの主力艦だってイチコロだ。あいつをアテネとマルタからも一緒にぶっ放せば怖いもんなしだな。今朝はやけに賑やかだ。なんだか知らんが、かなり派手なことになりそうだぞ。カメラはないと言っていたはずだ。あんただってドレスアップしてくるはずだったろ。ヒーローが必要なんだ、希望に満ちたな。だからにっこりしてくれよ。せいぜい今のうちにな。私が許しを請うとでも思っているならお門違いだ。おう、そうか。諸君、よく戻ってきてくれた。どうしたコルタナ。 IO 付近に偵察機が接近中です。申し訳ないが急がねばならんようだな。いい男じゃない。クレット上級総長、その非凡なる勇気と献身を称え、コロニアル十字勲章を授与する。地球軍連合艦隊の兵士として。コブナントを裏切ればどうなるか、しかと見届けるがいい。ミランダ・キース中佐、父君の勇気ある行動は誇り高き我が軍の伝統そのものだった。その果敢な決断は彼自身のみならず全地球軍連合艦隊に輝かしい名誉をもたらした。彼を失った我が軍の損失は計り知れない。
防衛ステーションに接近中。見せてくれ。コブナント主力艦15隻、キルゾーンの外側に集結しています。こちらハーパー元帥、交戦許可をお願いします。ダメだ元帥、クラスター周辺で防衛ラインを固めろ。中佐、アンバークラッドで合流してくれ。了解です。マックガンの出番だコルタナ、射程距離に入り次第ぶっ放せ。喜んで。妙だな、惑星リーチが破壊された時にはこの50倍はいたんだが。司令官、さらにやってきました。搬送艦です。すごい数だ。マックガンをオフラインにして、その隙に主力艦で地球を攻撃するつもりだな。マスターチーフ、このステーションを死守してくれ。了解です。武器がいるな。こっちだ。敵が侵入した。総員、戦闘配置につけ。マルタ、そっちはどうだ。スタンバイ、侵入してきます。ターゲットチェック、クロスファイアに注意しろ。敵はスタンダードフォーメーション、小さいのが前、でかいのがその後ろです。幸運を祈る。各駅を死守するんだ。あのドアが開いたら一斉にぶちかませ。手ごわせな。よし、行けよ。俺は訓練ではない。振り返り、俺は訓練ではない。私が狙ってたのに。発電ドアを閉鎖。こんな野郎、全くその通り。もう敵を追い払ったのか。マルタ、状況を報告して、オーバー。ああ、敵が撤退しています。我々の勝利です。まずい、マジでまずいぜ。
助けてください。動員に次ぐ攻撃に備えろ。何かを持ち込んだようです。爆弾を。ではここも危ないぞ。チーフ、探し出してくれ。戦闘員は全員アルテスゾーンへ退避。総員、アルテスゾーンへ退避。俺の武器庫からトップ噴射やがれ。アギティアはデルタ地区へ。挑戦するところで出くわしちゃったので。ご心配なく、ちょいとお待ちを。ありがとうチーフ、助かったわ。あ、おい、脱出ステーションに対して敵がファイアコントロールセンターに侵入。爆弾も一緒です。解除できるか。でも起爆装置にアクセスするにはチーフの助けがないと。チーフ、第一編隊ついてこい。巡航船を包囲して一隻ずつ片付ける。第二編隊はアサルト船だ。
敵全艦をキルゾーン内に移動。巡航船13、アサルト船に攻撃を開始します。ドライバーに下げに接近。総員に次ぐステーションを放棄せよ。ああ、それはダメだ。あっちが見えてる。集中砲火だ。元帥は2番目を食い止めろ。前線で攻撃、後に続け。先頭のアサルト船はここを完全に無視したわ。司令官、奴らはまっすぐ地球へ向かっています。いるわ。何か手を考えなくちゃ。残り時間は？知らない方がいいわね。カイロ、こちらアンバークラッド。敵のシールドがダウン。司令官、攻撃許可をお願いします。ダメだ中佐、君らでは手に負えん。単独では無理だ。司令官、ステーション離脱許可を。目的は何だマスターチーフ。コブラントに爆弾を返してやろうかと。許可しよう。なるほど。
どね。ちょっと本気なの？嫌なら残るんだな。お会いに貴様、楽しそうじゃない。聞きたいんだけど、もし失敗したら？失敗はしない。チーフ、中に入って準備して。次はいよいよ地上戦よ。